けっていう。そうだよね、で終わったらどうするんですか。終わってもヨーグルトとバナナでみたいな。僕はですね、終わってもそれでいいの、ヨーグルトバナナあれいけるんだ。いや、ここ数年ですね、生ものだけどハムとか、ああいうもの食べてね、どう具合が悪くなる、体調がね、お水とかで、怖くなってですね、最近はもう本当にバナナとヨーグルトとスニッカーと、それで私はもう耐え忍んでおります。本当ですか。高崎さんがその代わりあっちこっちのね、高崎さんって、あの高崎さんです。高崎明さんがですね、もうね、高崎さんはほら茶色い水があればなんとか。茶色い水もそうなんですけどね、話面白いですよ。いろんな国行くと、すぐにね、iPhone を出してですね、近所のレストランを検索するんです。ほら、そのレストランを検索する、そのアプリがあるんですね。ほんと、そこでもう和食のね、もうどこ行っても発見するでしょ。あったあった、ホテルから300メートルに居酒屋があるぞって言ってね、すごいですよ。もうカバーって、ダメだね、高崎さんと山下さんはもうそっち、そっち行っちゃうのね。いや、まあだけどね、本当に今回今まずっと話聞いてるとね、どこのフェスティバルでもオーナーも含めてとてもラウドネスのファンが、そうですね、関係者も含めて多くて、やっぱりあの30周年のサンダーのツアー以降 ね、 そうですね、ラウドネスの再評価というか、そういう動きが出てきてるっていうのは自分の感じでしょ。そう感じるのとともにね、彼らがですね、高校生ぐらいだったんですね、僕らが80年代、ね、で、ヨーロッパのツアーで、彼は見れなかった悔しさがあって、絶対にラウドネスを俺は見たいっていう思いをずっとこう続けて、で気がついたそういう仕事をしてて、で自分のそのパワーですよ、ラウドネスを呼ぼうっていうことで、いや、まあいい感じで循環してるんじゃないかと思うんですよ。そうですね、いいコンサートもしてきたし、そしてやっぱりね、つい最近、まあ、発表になったばかりですけども、もう一度ワールドワイドでアルバムを出して、もう一度その世界制覇に向かって、ロケット発射しようと。そうですね、そういうことをステートメント発表したじゃないですか。いよいよですね、イアミュージックっていうとこかな。そうそう、イアミュージック、ディープアップルとかね、ディープアップルとかドイツのレベルですけど、そうですね、そこが手を挙げてくれて、日本はなんかワード、レコードとね、レコードっていうところ。いや、だけどさ、どうですか、もう一度そのサンダー作る前にファーストを出した時からさ、ラウドネスで世界、進出を視野に入れて活動してたわけだ、ファーストアルバムの頃から ね、 そうですね。で実際、イギリスに行き、オランダに行き、うんぬんで、今回またその新たなスタート地点に立って、頑張ろうと、そういう機運。そうですね、だから井上さん言われたように、3年4年ぐらい前から、もうサンダー の、 その通り、アルバムを中心にツアーを続けて、はい、で今ライトニングスのアニバーサル的な、ツアーが多かったんですけど、いよいよ次は我々が今やってる音楽を引っ提げてっていうことで、第2弾、いや、数世紀に突入してるっていう感じで、でもやっぱり昔の曲をやってくれっていう、いや、もちろんそうでしょう、多いんですけどね、でもやっぱりあれですよ、ラウドネスもついにですね、やっぱアメリカ進出して、ヨーロッパに進出して、マネージャーには言ったんですけど、サンダー以降毎日が記念日だからね、これ。そうなんですよ。これって大事なことだと思わない？お前いつまでやるんやって言うよね。これ永遠でしょ、だって。そういうことです。ぐる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 回っていくからね。でもやっぱりね、そういうそのアニバーサリーだからこそ発掘音源みたいなのがガンガン出てくるわけで、僕今回のそのハリケーンアイズのリミテッドエディション、全部聞いて、デモとかね、いろいろ入ってるけど、驚いたのはハマースミスのロンドン公演のライブがポロッと出てきたってこと。びっくりしたね。山下さんとこの家のね、押し入れの中にあったんですよ。俺ね、山下君も、もうちょっとこう、こまめに整理しててほしいよな。いやいやいや、もう本当にバンドの中の一人いますよね、そういう貴重面な人がね。いや、もう、全部集めて。スティーブ・ハリスみたいな感じで。そうそうそう。まだとにかく、なんでこんなに音のいい状態で残っていたのかって、彼も不思議だった。だからね、こうアニバーサルのアルバム作るんで、皆さんありませんかって言って、僕らもうないんですよ、結構失敗してるから、で山下さんだけは必ずそういうものを大事にね取っておいて、任してくれ、何かあるはずなんですよ、いや、ものすごい、もう今言えないような、すごい貴重な音源がまだまだ、まだまだあんの？持ってるらしい。ということはもうまだまだあるってことは、このまま延々続いていくってことだよね。そうですね。で、さ、このハマスミスオーダーね、86年のツアーなんだけども、イギリスから始まって、その後サクソンと一緒にやった、そうです。サクソンとやったツアー、イギリス、それからスカンジナビア、ドイツ、そして最後はパリまでやってんだよね。なんかこのツアーで覚えてることありますか、なんか。まあこれ
いやもうね、そのサクソンの前に ACDC のツアーやってたアメリカね。でもう半年ぐらい僕ずっとツアーに出てて、ちょっとねほとんど記憶がないんですよ僕。なるほど。なんかもう酔っ払いすぎてたってこともあったり、ね、まあそれもあるだろうけど。でさあこれね、こんなになんでいい音で残ってたかっていうと、実はもう兄ちゃんも聞いたと思うけど、サポートのラウドネスが登場する前にビフ・バイフォードが出てきて MC やってるんだよ。そうなんですよ。僕それ俺びっくりするだろ。聞いて初めて僕知りました。いや必ずね、オープニングアクトでも、まあ、ビフさんがね、やることはないんですけど、例えばそのマネージャーが出てきたり、そう誰かね、誰かがこう盛り上げて始まるんですけど、この時はねヘッドライナーのボーカルのリーダーが、さあということでみたいな、そうなんですよ、いやラウドネスだよみたいな、すっごい盛り上げてくれて、お前らも気合入れてお前応援しろよみたいな感じで、いやすいませんっていう感じで、私ちょっと知らなかったんですよ、学園にいたんで。なるほど。今日本当に35年後に知ったみたいな感じで。そうなんだ。ビフさんはね、ものすごいストイックな人ですよ。あ、そう。僕何回か怒られましたからね。怒られた。飲みすぎだっつって言われて。あ、なるほど。そういうことね。もうちょっと真剣勝負しろと。いや、本当にもう、何度となくね、横でずっと見てるんですよ。厳しい顔で。なるほど。それで、いろいろ終わったらね、いろんなとこ、こっちのいいぞと。はい。まあそんなこんなでそういったディスク1枚が、つくと、その他にもまあリマスターされていたりとか、いろんなデモもまた山下くん持ってんだね。デモもありますね。でマイナステープっていうかボーカルのないやつとか、ね、あとね僕は英語の歌詞をね向こうのボーカリストと一緒に作って、それでその僕がレコーディングする前に発音の勉強用にボーカリストが録音してくれてるんですよ。なるほど。そういうガイドね、ガイド、ガイドボーカル、ガイド、そのねテイクも彼結構本当ですか、すごいすごいですね。いやびっくりしました。デイビッド・アイズリーさんが歌ってたりとか、なるほどね、エス・フリーリーのボーカルの人が歌ってたりとか、結構ガイドをやる人もすげえ本格的な人がガイドしてんだね、ちゃんと。いやねボーカル、このハリケーン・アイズのバックコーラスすごいですよ。あ、そう。みんな LA にいるその当時の友達がみんな来てくれてやってくれたんですけど、マーク・ソーダーとかね、デイビッド・アイズでしょ、でエス・フリーのボーカルの人とか、すごい力が10人ぐらい来てくれたんだよ。あとすごいのがね、女の人がね、ピンク・フロイドのツアーでバックコーラスやってたお姉さんがいるんですけど、彼女がですねその時ちょうどあれじゃないですか、ダークサイド・オブ・ザ・ムーンのアハハハって女の人がシャウトする、そのパートをやってたお嬢さんなんですけど、もう参加してくれてね、すごいね、もう驚くようなボーカル。それってやっぱり今回のっていうかね、今後出るハリケーンアイズってベテランプロデューサーがまあやってるから、そういう意味での人間関係で引っ張ってきたのかね。そうですね、エディ・クレーマー、そうそうエディね、の間、あとそのもう一人だけど、アンディ、アンディ、アンディ・ジョーンズね、アンディ・ジョーンズ、アンディ1曲だけだけど、彼もキーボードのジェフリーの人を紹介して、あ、グレッグ・ジェフリー、グレッグ・ジェフリーは全部弾いてやってるもんね、まあ、すごく贅沢な、すごいね、エディ・クレーマーが生涯作ったベスト3に入るポップなアルバムだっつって。ポップかよ。あの人にとってはもうなんか ね、 そうだね、コマーシャルなポップなアルバムだっつってすごい言ってましたけどね。まあやっぱり三大インディーする成功したでしょ、成功した時にみんな知るから、どんどん次のアルバム次のアルバムって客層が増えていくんだよ。そうですね。そういう意味ではやっぱりハリケーン・アイズなんてのはある意味すごくピークに発売されたアルバムではあるんだよねこれね。そうですね、まあまあでも、まあ、アトランティックのね、会社の中がいろいろこう体制が変わりましてね、それまで担当だった人が全部辞めちゃったりとかね、行ったりとかしてね、全員給料ごたごたしたっていうのがありましたけどね。いやまあ本当にすごい、リミテッドエディションもいよいよ9月20日登場、そしてまた世界制覇の第一歩、ということなんで頑張ってくださいね。今レコーディングどうなってんの？今歌える中、歌える中、だから歌えるまで終わってないのに発売日が発表されてですね、私も本当にもうね穴があったら出たい感じですよ。いやいやいいんじゃないの、プレッシャーかかってる。いやもうすごいですよ。何パーセント終わってんの？今日で4曲終わりましたね。まだ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 、あと十何曲間に合うかな発売日。いやいや大丈夫ですよ。大丈夫ですか？1月ですから。1月ね、11月まで最悪インストで行っちゃったら。インストですか？それもあるじゃない。なるほどね。なるほどね。いや、そして、また12月、サウンドハウスで、
DJ やってもらいますから、よろしくお願いしますね。またですか、いいですか、私。何を言ってんですか。なんかまたコンサートやるんですか、また柴田さんとかで。ザマンね。ザマン。ザマンね、やりますよ、第2弾。第2弾。中身はこれからだって言いましたけど。あ、そうですか。ぜひよろしくお願いします。お手柔らかにをよろしくお願いします。はい、じゃあそのビフ・バイフォードが MC を務めて、この日実はイギリスの BBC に続く ITV に続くっていうのかな。チャンネル4が実はサクソンの映像を撮っていたということなので、ひょっとするとラウドネスの映像も撮っていた可能性があると。いや 100% あると思いますよ。まだ、ただ、ま、残念ながらそれは山下さん持ってなくて。そう、映像は、相当あの探したんですけど、うん、手に入らなかったんですよ。いや、わかんないわかんない、どっかにあるかもしれない。絶対ありますね。しかし、客のさ、声すごくない？オーディエンスの熱狂度が、このライブアルバムすごいよ。そうですね。こんなにラウドネス言ってたのかって、浜スミスオドン、これ人気、高崎さんも樋口さんも絶好調で。絶好調で、はい、兄ちゃんでしょ、絶好調は。私ちょっと見たいですね。もうできたら差し替えたいような。何を言ってんですか。やっぱりバナナ、ヨーグルト、スニッカーズパーでしょ。それは今ですか。今、この子違うの。27歳ですか。この子はもうバカンガイゲイゲで。わかりました。お姉ちゃんですよ、はい、どうもありがとうございました。バナナも帰るという感じですか。帰るです。はい、わかりました。はい、じゃあその曲です。その曲。OK なんですね。We got a back tonight supporting us all the way from Japan, right? And we're making a film tonight for Channel 4, okay? And then we're making another fucking film after that one, all right? So listen, I want you to give this band a good welcome, go crazy for them, okay? This is Loudness from Japan, here we go. Take me away from here forever.